としてはですね、ウクレレっていうのはもう、握ったその日に何曲か弾ける簡単な楽器であり、もう何年やっても突き詰めていくと、その演奏技法に全然届かない楽器っていうのも、なんていうかすごい幅の広い、ただ入り口がすごく広いので、始めやすい楽器だなとは思ってます。もう板の状態からウクレレの製品までを作って、で、販売とメンテナンスっていうことを中心にやってます。全て音ですね。音をいかにして自分の好みの音にするかっていうところにつきます。作るっていうのはそんなに難しいことではないんですよ。構造的にももうボンドで切って貼るだけって言ったら単純あれなんですけども、それをいかにして自分の出したい音に近づけていくかっていうのが一番難しいです。今もまだ挑戦中というか、毎一台一台挑戦してるような感じです。ここではまだ形づいてないんですよ。ここにはめることによって最後ちゃんと形づくというか、特徴、自分で特徴は意識してないんですけども、皆さんよく言ってくれるのが優しい音が出てるっていうことを、もうそこを意識してるわけではないんですけども、ただ僕が求めてる音がその優しい、他の人から聞くと優しい音なのかちょっとわからないんですけども、そういうふうによく言われます。最後弦を張ってチューニングしてポロロンと弾いた時に、あ、また近づいたっていう時がやっぱり一番楽しいですね。なかなかその多分一生合致するのかどうかわかんないんですけど難しいですね。ちょうど今から12年前に、アメリカの方の会社に、就職しまして、ハワイの方にもう4年ぐらい住んでて、もう日本に帰国、ビザの関係で帰国しなきゃならないっていう頃だったので、日本に行って何の仕事をするかっていうのもちょっと迷ってた時期でもありまして、うちの嫁がウクレレ作ったらっていうようなことを言い始めまして、最初はもうバカにしてたんですけども、だんだん自分の中でちょっと面白いかもって思い始めちゃって、
ったらもう止まらなくなってしまって、ウクレレを作る学校に行き始めて今があるような感じですね。向こうで本当に限られた数なんですけども、ウクレレを作る学校というのは僕が調べた限り 2,3 あるんですけども、その中でマイケル・チョックさんっていう先生なの、その先生に教えていただきました。よく一緒に2人で作ってる時に、そうですね、家族のこと、ウクレレのこと、いろんなことをなんか本当にオープンに話してくれる方でした。まずはもう自分のものを作れっていうことはよく言ってましたね。自分の自分の音、形、スタイルを作りなさいって言いました。あと人に伝えなさいっていうことをよく言ってました。その先生もその伝えるためにそういう学校を開いたりとか、あとカレッジっていう制度があるんですけども、大人もう何歳になっても通える、そこで教えてたりとか、ウクレレの作り方を。前も日本戻ってウクレレに携わるんだったら伝えなさいとよく言われてました。伝えなさいということでは、ワークショップとかを定期的に開いて作ってやってます。皆さんすごい、完成した時はもうおじいちゃんでも歌いながら帰っていくようなすごい表現をして帰っていくので、それはとっても面白いですよ。淡々とした人なんですよ。だからどこかにメリハリというよりも淡々と全部教えてくれるので、割とそこの取捨選択は受け手に委ねられているような感じがあると思いますね。誰でもが近づけて、誰でもがそこからいろんなことを吸収できるっていう意味ではね、なんか開かれたオープンな感じ。ウクレレ作るのってそんな難しいことじゃなくてですね、簡単って言っちゃおかしいんですけども、難しくなくこのウクレレを作る楽しさを伝えたいっていうのもありますし、やっぱりハワイで習った先生から の教えもあって、もっと手軽な楽器だよっていうのがもっと皆さんに伝わるといいなとは思ってます。でもう本当に3歳4歳からもうお年寄り80歳まで本当に簡単に弾ける楽器なので、そこをもっともっと裾野を広げられればなっていう活動も今後はしていきたいなと思っています。だけど本当に楽しい、作るのも弾くのも楽しいので、その辺もっと広がっていけるといいなって。四弦車のウクレレが欲しいけどなかなか買えないっていうぐらい有名になれるといいなとは思っています。